アルバトロスよ。瀬戸内の鎌狩群島を調査せよ。貸切バスに乗っています。今まさに広島呉道路に乗るところです。おはようございます。アルバトロスです。ジェイです。今日は上鎌狩島にみかん狩りに行きます。今日のルートは広島市内にある日本インターから広島呉道路、通称呉アラインに乗って呉に行き、国道185号を通り広島県道74号下鎌狩川尻線に入り、秋灘大橋を渡り下鎌狩島に上陸します。さらに鎌狩大橋を渡り上鎌狩島に入り、東の端の恵みの丘鎌狩にあるみかん農園でみかん狩りをします。広島呉道路は1996年に全通した有料自動車道で広島と呉を結んでいます。制限速度は時速60キロとちょっと遅めです。広島呉道路は国道31号および JR 呉線とほぼ並走しています。海の向こうに元大島が見えます。大きな建物はグランドプリンスホテル広島で、2023年5月に開催された G7 サミットの会場でした。バスは広島呉道路を抜け呉市内に入りました。こちらは呉市役所です。イチョウの木が見事に紅葉しています。葉っぱが黄色くなることは紅葉または黄葉と発音され、黄色い葉っぱと漢字で書きます。蔵元通り沿いにある公園で1回目の休憩です。ここは屋台通りと呼ばれる地区で、夜になると10軒ほどの屋台が並びます。この日は日曜日だったからか、何かのイベントがあるようです。広島の交通情報でおなじみの安見山トンネルに入ります。安見山トンネルは交通情報でおなじみかもしれないけど、広島以外の人にはわからないでしょ。確かにそうね。全国の皆さんごめんなさい。安見山トンネルは呉の市街地と広地区や赤地区を結んでいます。このトンネルができるまでは峠道を通るしかなく、かなり時間がかかっていましたが、トンネル開通で時間短縮ができるようになりました。国道185号から広島県道74号に入り、秋灘大橋を渡ります。秋灘大橋は2000年に開通した全長2639メートルの吊り橋です。秋灘大橋は有料道路で通行料金が高いことで有名です。普通車で片道720円もかかり、 ETC も使えません。しかしこの橋があることで、下鎌狩島、上鎌狩島、さらに豊島、大崎下島へ陸路で行くことができるようになり、これらの島々の島民の利便性が向上しました。下鎌狩島には乱闘学美術館があり、横山大観ら日本の近代美術を支えた画家の日本画などが展示されています。料金所が見えてきました。このバスは中型なので料金は890円です。前に止まっている軽自動車の料金が720円なので、890円は安く感じます。いよいよ秋灘大橋を渡ります。
続いて鎌狩大橋を渡ります。鎌狩大橋は全長255メートルのトラス橋で、下鎌狩島と上鎌狩島を結んでいます。小さい島の向こうは愛媛県でしょうか。この辺りには島が少ないから海の果てが水平線のように見えます。上鎌狩島が見えてきました。上鎌狩島に入るとすぐ出会いの館があります。道の駅のような施設です。後で寄ります。もうすぐ恵みの丘鎌狩のみかん農園に到着します。ここでは11月上旬から12月までの週末を中心にみかん狩りが体験できます。体験時間は40分で、料金は大人1000円で2キロほど持ち帰れます。園内で食べるだけなら500円です。さあみかんの果樹園に行きましょう。いっぱいみかんがなってるね。ここは下り坂ですが、見た目よりきつい坂です。説明します。みかんを取っていただくエリアはこの下の区画とこの上の区画です。今年のみかんは小ぶりですが大変甘くなっておりますので、お楽しみいただけると思います。40分みかん狩りをするとお腹すいたね。ということでランチの時間です。農園に隣接する恵みの丘レストランでお食事です。ごちそうでした。恵みの丘レストランを後にして帰路に着きます。県民の浜、鎌狩の砂浜が見えてきました。美しいビーチです。県民の浜、鎌狩は海水浴やマリンスポーツが楽しめる施設ですが、温泉や宿泊施設も整っています。鎌狩大橋が見えます。渡る前に出会いの館に寄りましょう。出会いの館は道の駅のような施設です。お店は右手にあります。後で入りましょう。お店の裏に展望台があるよ。行こうよ。そうね、行きましょう。太陽の光が海面に光って美しいですね。お店の中は一般的な道の駅と同じ感じです。ほとんどがお土産品です。食堂もあり、テーブル席の他に海に向かって食事や飲み物を楽しめるカウンター席もあります。メニューはこんな感じです。バスは鎌狩大橋を渡ります。遥か彼方に秋灘大橋も見えます。今度は秋灘大橋を渡ります。秋灘大橋の開通は2000年、先ほど通った鎌狩大橋の開通は1979年。ということは下鎌狩島と上鎌狩島がつながってから
21年後に本州とつながったことになります。秋灘大橋が開通するまでフェリーで本州とつながっていたそうです。バスは国道185号を走っています。 JR クレセント並走しています。電車が走っていたら良かったのですが、残念ながら走っていませんでした。クレセンは1935年に全通した単線の路線です。現在は全線電化されています。三原駅と海外地域、実質的には広島駅を呉経由で結んでいます。バスは今国道31号を走っていますが、休憩のため呉ポートピアパークに停まります。呉ポートピアパークは1998年まで呉ポートピアランドという遊園地でしたが、2000年入場無料の公園呉ポートピアパークになりました。国道31号を渡ると呉ポートピア駅があります。この駅は遊園地呉ポートピアランドが建設費2億4000万円を全額負担して設置されました。園内に呉市電の電車が保存されています。呉市電はかつて呉市を走っていた路面電車です。広島市を走る路面電車より先に開業したそうです。詳しいことは説明板に書いてあるようですが、もう読めません。乗ってみましょう。広電の線路幅は1435ミリ、呉市電は1067ミリ。呉の電車は幅が狭いかと思ったのですが、そうでもありません。再び呉線と並走しています。もうすぐ広島市に入ります。今回は蒲狩群島をご紹介しました。いかがだったでしょうか？ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスと J でした。当チャンネルでは、主に旅や鉄道に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。